はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここもチャンネルでしょうが、今日は、チェーンソーキシダ出現、お送りいたします。よろしくお願いします。タイんだタイんだタインだタインーチェーンソーキシダチェーンソーキシダチェーンソーキシダここなんだ、うるさいな、まったく。まあ、よう眠れんかったから、明け方まで眠いんじゃよ、まだ。 え、こんな時間までまだ寝ていたんですかいや、もう頭ガンガンするしな。お酒かなんか飲んだんですか焼け酒でも。飲んどらん飲んどらんけど頭痛いんじゃよ。あらあら、昨日のことでですかそうじゃよ。大失敗したの。あれはいけませんでしたね、チェーンソークシダ。チェーンソークシダ、ここはあれはダメ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 。あれは自分でもまずかったと思ってるな。そうですよ。だって、バイバイデンの目の前でですよ。で 共同世界に向けた記者会見ですよ。なのに、なんでなんで、バイ・バイデンの目の前、みんな世界中の人が見ている目の前で、いやいやいや、我が同盟国たる中華民国。そんなこと言っちゃったんですか同盟国は中華民国じゃないですよね。アメちゃんの方でしょそうなんだよな。大失敗したな。いや、理由があるんだよ。実はな。 何な,なんですかあの前に、バイバイ伝とまあ、内密の、秘密の会議を設けたじゃろああ、なんか1時間20分ぐらい秘密会議してましたね。まあ、通訳はいたけどな。あま通訳なんていう名前だったかなえ水原さんでしょああ、そうそうそう。あのー、まあ、え、そんな名前だったか違いましたまあまあ、忘れちまったから、まあ、どうでもいいか。 あのー、まあ、とにかく通訳はいたんだけどな。わしゃ英語はちょっとな、無理だからな。まあ、バイバイデンと話をして、とにかく中華民国を頼むぞと言われたんだよ。ああ、これからやるわけですからね。バシバシにな。バシバシにやるわけだから、まあ、あのワンタン麺争奪点だな。どっちのラーメンが美味しいか。いや、ワンタン麺なのか。ワンタン麺を取るのか。ラーメンなのか。ラーメンか。俺んとこのラーメンの方がうまいのか。ワンタン麺を取るのか。という。 戦いだな。そうですね。ワンタン面争奪戦ですよね。まあ、それを日本に、我々に任したぞ。頼んだぞ、チェーンソーキ士だ。と言われたんだよ。ああ、念を押されたわけですね。あその話をしてたんですか。ああ、それで、大型のな、バクバク、グんグンを上からドドンってやるやつを、大型のやつだ。それも購入を、まあ、しないかって言われて、ああ、わかりました。何機でも買いますよと言っちゃったんだよな。 それで頭に中華飯店が、ラーメンが、なんか、張り付いちゃったんですね。そうなんだよ。頭の中はもう150%中華飯店のラーメンの、なんか、美味しそうだなっていうな。いや、うちの方が美味しいぞとか、ワンタン麺どうだって、まあな、なんかぐちゃ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 ってなっちゃってな。口から出たのが、同盟国取る中華飯店が、と言ってしまっちゃうんだよ。しかし、大失敗でしたね。 うん、あれまずかったな。あれは顔色変わってたな。誰の顔色ですバイバイなに決まっとるだろう。う真っ青な顔して怒ってたぞ。<laughs> そりゃ、そりゃ怒りますよ。だって、同盟国のトップの目の前で、ね、同盟国は、ね、中華飯店だって言っちゃったんですもんね。そうなんだよな。いかんかったな。あれはわしも驚いた。いや 僕も驚きまして。いや、もう私も驚いたじゃないですよ。何余裕ぶ、ぶちかましてるんですか。いや、僕、びっくりしましたよ。本当にびっくりした。あんな間違いします普通。まあ、しないな。しないですよね。だって、同盟国の国のど真ん中に行って、同盟国の国の最高トップの目の前で、同盟国はあんたじゃないよ。 中華反転だよって言ったら、いや、すごい、いや、なんかのギャグかと思いましたよ。あんなとこで普通ギャグ、ギャグかますかいやそ、そうじゃないんですけどね。ギャグじゃないんですよね。ギャグじゃないけどギャグだったらよかったなーああ、いかん。あら、ほんといかんな。自分でも頭真っ白になった。ああ、そうですね。ちょっと寿命が縮まったんじゃないですか縮まった、縮まった。30年ぐらい縮まったな。 えそんなに縮まっちゃったらもう明日、明後日までじゃないですか。え <laughs>、ちょっと待って。明日、明後日ってのはないけど、まあまあ、例えだよ。比喩。比喩だよ。例え、例え。ああ、そうですか。でもこれからが大変ですね。何が大変なんじゃ。え、だって、いろんなことぶちかましましたよ。だって、何日か前は、ね、なんか戦いができる国になって、私たちの国も一人前になりましたよ、みたいなことを言って、 なんかそれ、なんか日本のところにもいろいろあっちこっち新聞とかになんか出てますよ。ああ、あれもいかんかったな。まあだけどな、あれを言わざるを得なかったんじゃよ。約束しろって言われて、それをちゃんと声明っていうかな、なんか世界に向けてちゃんと約束したことが言えるのかって言われて、ああ、そうかー、言わなきゃいけないのかと思って言ったらあんななっちゃったんだな。 もう本当にその挙句の果てに同盟国たる中華飯店ですからね。そうなんだよな。何をしとるんじゃわしは。<laughs> いや、何を、いや、何をしとるんじゃわしはって聞かれても、いや、困っちゃいますよ。何をしとるんじゃわしはって言われても。これちょっと、あれ昨日ね、たまたま私、YouTube を見ていたんですよ。あんな失敗したのにわしが大変な目にあって、 困っていたのに、お前は YouTube なんか見て、ヘラヘラ笑ってたのか。うーんー、まあ、ヘラヘラ、まあ、ヘラヘラ笑ったかなあ、笑ったと思います。面白かったんで。何の YouTube を見たんだ僕、え、ヘボエモンとかいうやつです。なんじゃ、そりゃ。え、なんかね、ドラえもんに似たもん、なんか、なんとかもんって出てくるんい。ヘボエモンだったと思うんですけど、なんか出てくるんですよ。ドラえもんに似たヘボエモンんだ、そりゃ。 頭の毛が3本で、おばきゅうにも似てるけど、顔はドラえもんなんですよ。でも尻尾がね、どう見ても豚なんですよね。尻尾が豚で頭が毛が3本のおばきゅうで、顔がドラえもんうーん、体はドラえもんに似てるけど、鈴がなくって、ポケットもないから、おそらくドラえもんじゃないと思うんですよ。なんだ変なやつだな。それがどうしたんだよ。それが、ヘボエモン君が、 あの、ハンバーガーショップみたいなところで、あ、えっ、ー、と、サンドイッチショップだったかなあ、えっ、ー、と、エコダコーヒーだったかなコメダコーヒーじゃろいや、違いますよ。エコダだと思います。エコダエコなのかうん、なんかそうだと思いますよ。コエダムコーヒーだったかなそんな名前はないだろう。ういくらなんでもそんな名前つけるか。うん、いや、でもまあなんか、その、 サンドイッチを出すんですよ。そのお店は。お美味しそうだな。そうなんですよね。でも、そのサンドイッチの注文を受けて、まあ、そのヘボエ君ん、が働いてたらしいんですよ。ほう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 。で、そのサンドイッチを作ってる時に、チーズとか乗せますよね。うん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 。で、ハムとかチーズを乗せる時に、その、なんていうんですか、スライスチーズって四角いやつ、わかります ああ、見たことはある。わしは料理はせんからの。なんかあの、薄い半透明の、なんか紙みたいのがくっついてて剥がすんじゃろああ、そうそうそう。よく知ってるじゃないですか。お見たことある。ああ、そうそうそう。それを剥がしてチーズ乗っけるんですけど、間違えてね、チーズじゃなくて半辺乗っけちゃったんですよ。半辺そうなんですよ。ハムと半辺で、まあ、パンで挟んで、 トーストで焼いて、お客さんに出しちゃったんですよね。ほー。はんぺんはんぺんなんかでも、あ、あるか普通サンドイッチ屋に。そこなんですよね。あったんですよ。うーん、謎だなで、そのはんぺん、ハム、ハムはんぺんサンドってことになるな。そうなんですよ。でも美味しそうじゃないかそれ醤油かなんかかけたら。あ、そうなんですよね。で、お客さんは、まあ、美味しいんだけど、これ、ハムと、 半ンだよって、なんか言ってきて、ええー、って言って、間違えちゃったって言って、なんか何回も10回近く間違えたらしいんですよ。そんなことえ、それ、それで、あの、凹んでて、凹えもんか。そうみたいなんですよね。そしたらそれをね、あじゃあこうした方がいいですよって、優しい人が注意してあげたんですよ。うん、どう、どうしたらいいそこそこ、そこが、チェンソー、岸田国王に、 言いたいところなんですよ。ポイントなんです。ああ、わしの、その、昨日の出現を、もう二度としないように、同盟国たる中華飯店っていうのを、なんか、ど、どう、どうにか、なんか、これからは、なんか、出現しないようにするための方法か。そうなんですよね。その方法というのが、その、僕、ヘボエモン君にアドバイスをした人がいいことを言ってたんですよ。おぜひ聞きたいな。どんなことをしたんだ。えっと、指差し確認です。うーん ど,ど,どういうことだ、うん、あのサンドイッチ作るときに、まずハム乗せますね。うんうんうん。次に、本当はチーズ乗せるところをはんぺん乗せちゃったんですよ。うん、そうそうだったな。だから、ハムを乗せて、チーズをちゃんと乗せるときに、チーズ、チーズ、チーズって指をさして、目で見て、3回、本当にチーズかどうか、声を出して確認しろって言うんですよ。はあ、なるほど。チーズ、チーズ、チーズ。うん 間違いないな。そうでしょじゃそうやって指差し確認をして、あの、喋っていく。確認していく。作業をする。そうすると、間違いが少なくなるよっていうアドバイスをね、した人がいて、その YouTube だったんですよ。いい話だな泣けてくるな親切な人がいるな本当ですよね。あ、じゃあ今ちょっと試しにやってみましょう。んな何を 昨日の演説を、その部分だけを今練習して、指差し確認をして練習してみましょう。ね。3回確認するんですよ。ちゃんと同盟国の名前を3回指で指して言うんですよ。いいですかうん、わかった。うん <coughs>。皆様。これからの我々の国の方針について。 未来について今からお話をさせていただきたいと思います。<laughs> えー、我々の同盟国たる、ここだな、ここだな。そうそうそう、指差し確認ですよ。<laughs> 中華反転、中華反転、中華反転。で、この指を鼻の穴に突っ込めばいいんだな。あー、ダメだー チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。